こんにちは、浦勘ランナーです。さあ今日もね、元気にガチャガチャの動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録をお願いします。さあ今日は北斗の拳レジェンズリバイブ 2.5 周年記念チケットガチャを、回していきますということですね。まあ皆さんもね、すでにね回し終わったよってね言う人もいるかなと思うんですけれども、30枚ね、溜まりましたので、まあ、まとめ、あ、来ましたね。1つ。お、これはレイですかね。はい。回してみようかなと思っております。ね。1回がね、まあ、6個アイテムが当たるということで、ボーナスの、7個目が光れば、まあ、なんていうの、キャラクターが当たるというようなガチャになります。まあ、当たるキャラクターに関してはね、まあまあまあ、もちろんの直近でね、使えるキャラクターではないので、位置づけ的にはね、まあ、剣速を上げるというような位置づけになってくるのかなと思います。ね。まあ今更ね、まあ、ここに並んでるキャラクターをね、一から鍛えてスタメンにっていう人はね、まあまあまあいないと思いますんでね。うん、まあそういった形になるのかなと思います。で、実際ね、まあ30枚ね、チケットをこう回すと、だいたいどれぐらいね、キャラクターが出るのかなというところもね、見ていこうかなと思うんですけれども、まあまああんまりね、どうなんだろう、当たるのかな、当たらないのかな。ね、結構回してますけれども、今のところね、例が1回ですよね。10枚回して、キャラクター1回ということなんで、そうね、ボーナス枠ってのは当たらないのかなという印象があります。でね、今回ね、今まさになんですけれども 2.5 周年記念でね、まあクエストのドロップが7倍とね、アイテムが7倍落ちるよとこういうね、まあまあ破格のね、イベントをぶっ込んできてるんですけれども、うん、これはね、まあ2パターンね、表と裏があるのかなと思うんですけど、まあ、まずね、まあ、北斗の拳レジェンズリバイブを始めたばっかりの人ですよね。これに関してはね、まあ、結構ね、すぐ垂直にね、キャラクターを育てやすいというところがあるんで、まあ、これは嬉しいよね、というようなね、イベントだと思うんですけれども、まあ、一方でね、まあ、重課金者はね、そんなにこう、まあ、順位というか、まあ、気にする必要はないとは思うんですけれども、なんていうんですかね、今で言うとね、多分私がいるサーバーとかだとレベルの上限が109なんですけれども、そうするとね、まあ、赤の1になるのかな、プラス1っていうところがね、最高のね、クラスアップになると思うんですけど、アイテムを落としまくっちゃうとね、そこまですぐ並ばれちゃうということがあるので、まあ、あとはね、減速とかね、覚醒が、まあ、経絡ですよね、経絡の解放が、どれだけできてるかっていうところがね、まあ、問題、あ、2体目、ジャギですかね、うん、なってくるのかなと思うんですけれども、まあまあ、要は、上限並ばれてしまうってことですよね。このあたりでね、トップ陣の、まあ、やる気が下がらないかというところが一つ懸念をされます。まあね、無課金でやってる人からすればね、まあ嬉しいと思うんですけれども、まあ、やっぱりある程度ね、まあ課金してくれる人、ね、重課金してくれる人がね、ゲームを回してるというところは正直ありますので、あんまりね、ちょっと重課金の方ですよね、課金してくれてる方の、ちょっと士気を下げすぎるのもね、運営さん的には、あ、重座ね、これも思ってますんでいいですね。ちょっとね、運営さんも考えなきゃいけないところかなと思いますよね。課金してくれる方がどんどん脱退っていうことになってくるとね、ゲーム自体がまあ、成り立たなくなってしまうということがありますので、まあ、分けすぎず、ね、まあ、分けなすぎずと、非常に難しい、まあ、ところをね、まあ、攻めてくると思うんですけれども、このあたりはね、うまくやっていただければなと思います。まあ、最近ね、キャラクターバンバン出すぎてね、とても育てきれないっていう声がね、あったと思うので、まあ運営さんのね、配慮だと思っておきましょう。ちなみに私は3体のキャラクターでした。